地くんよりも厄介かも。今度福地くんとホコホコ対決ですね。そうだね。入りました。ウィーバー。はい、どうも現代人社宅ですね。ニンピョンピョンということでね。何ですか今日は。覚えてますか。西の絶対防御の壁の持ち主、うん、220キロの相撲力士、あ、チャンエドモンドね、はい、うん、から電話がありました、はい、西で殴られ屋をやりたい、うん、ならば東の絶対王者でもあるキャノン福地、うん、我らが世界の福地に直談判していく、うん、どちらの壁が厚いのか、うん、強いのか、うん、絶対防御対決をやろうではないかと、立て立て対決ね、ということでね、はい、チャン・エドモンドが大阪からはるばるやってまいるわけです。はいはい、それでこの駅にいるわけね。そうです、はい、待ちましょう、はい、いやズボン履けよ、夏だから。じゃあなんで上の服着てるのかって結構コメント欄に多いのよ、言ってやって、うん、だからじゃあ皆さんね、コンプラ違反になるんだって言わないで、他の有名な遊園地のキャラクターの人たちいるよね、はい、いるね。そう人たちがユニフォーム脱いで出ますかって話です。いやこれはユニフォームなんだね。そうです。じゃあ夏の暑い時でも関係なしにずっと着ると、はい、そういうことです。どんな過酷な状況でも生徒服は脱ぎません。わかりました。だから砂漠でも芦田も知ってると思うけどね、みんなもうあえてこういう服着てるわけ。その方が体守られるらしいよ。はあ、いや半ズボンやないか下は。これ後で着替えるから、朝だから着替えてないだけだから。なるほどね、はい、今着替えるから。カミちゃん、はいよ、ほうほう、揺れてる、電車揺れてるね、電車揺れてるね。いや電車じゃないよこの揺れは。お、来たでしょ来たでしょ、ほらお、ほら撮って来たね、来たね。いや自分で揺らしてんだよお前。そんな揺れるわけない。そうね、お久しぶりです。今日は何しに来たのか、はい、チャン・エドモンドの口から聞きたいです。今日は東の殴られ屋福地くんっていう方がいるみたいで、はい、まあ、宣戦布告じゃないんですけど、僕も西の殴られ屋っていうところを認めてもらいたいなと。絶対王者だからね。そうですね、キャノン福地、はい、ダビちゃん、なぜキャノン福地と名付けたのか、ここにサムネ貼ってますけれども、ええ、はい、50キロの人間逮捕に、ね、耐えた男。そうそうそう、はい、だから今日そのチャンも、はい、キャンはぶっちゃけな話、ついこの間だから分かるけど、うん、進化したウェーブパンチを耐えた男だからね。なんやったら裏レンゲまで欲しいって言って、うん、裏レンゲまでも福地くんはもらってないからね、裏レンゲ、うん、西の方が今勢力図強いんじゃないかなと思って、本人もここだと思って、うん、勝負をかけて大阪からやってきたわけですよ、うん、東の絶対王者に認めてもらおうということで、うん、明るい未来の、相方でもある、トーマ君、はい、本人今日仕上がってますか。彼はいるの毎回。事故行って、なんかいつもさ、うん、俺のチャンネルの時いると思っちゃって。いるよ、明るい未来とコラボしてるんだから、うん、では、はい、直談判に行きましょうか、はい、そろそろ、はい、東の絶対王者に会いに行きましょう。会いに行きます。じゃあ行こう、行こう、車に行こう、じゃあ行ってみようじゃないよ。車だな。ジャンさん乗れます？ちょっと待って、はい、ちょっとヤバそうな匂いします。これヤバい。あーす、2人分ちょっと待って、いや顔入ってないじゃん。席が大事だ。早く早く乗って、早く。ジャン、ちょっと本当に無理ですね。ジャン、あれだわ、はい、福地道場まで徒歩4分だから、はい、俺ら荷物預かるから、はい、荷物運ぶから走ってきて。あ、わかりました。アイちゃん、はい、東の絶対王者、はい、福地くんの、キャノン福地くんの道場に着きました。じゃあタクちゃん、行きましょう。暑いから、はい、暑いから行こう。あ、うん、ちゃん、はい、分かってると思うけど、道場入るときにちゃんと俺が挨拶から。わかりました、うん、はい、
礼儀正しく。はい、福地君に礼。おっす、おっすこい、おっすこいじゃないから、ちゃんと福地君に礼して。おっす、おっす、はい、おっす、でかっ、おっす、はい、ちゃん杉原館長に礼。おっす、あ、こっち、こっち、おっす、僕じゃないんですよ。どうですか、はい、チャン・エドモンド、はい、これが我々のボスでもある、はい、絶対王者。あなたもね、俺のボスじゃないから。私はエドモンド派ですよ。お太田福ちゃん派ね。俺はじゃあ福ちゃん派です。僕はあのエドモンド派です。派閥、はい、ができましたね。負けるとは思ってないです。はい、なるほど。ただ、3で6発だったのかな。そうですね、そうですよね。結構自分たちのチャンネルでは確か3発しかもらわなかったのに、はい、その後自分のチャンネルで7発しかも、あの裏レンジでゼロレンジで一番やっちゃいけないって言われてる、はい、肘のウェーブ、はい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 、って肘ももらったんですよ。さんと違うのはハンデが本当にしっかりとできてるから、うん、波を送ってもバリアでこう流されるような感じが俺イメージなんです、はい。チャン・エドモンドは受け入れるぜ、受け入れるんですか、マジで。中に入ってくるんですよ。入る。その後中にある筋肉で軌道を変えられる。ちょっと触ってもいいですか。どうぞどうぞどうぞ。はい、うわっ、今何も力入れてないでしょ。マジですか、はい、でも なんかちょっと硬いっすよね、この力入れてもらっていいですか。お、すげえ。これを、うわ、これを使い分ける。マジっすか、うん、2色持ってる。さらに無敵じゃないですか。そうなんですよ。今回の企画意図はですね、はい、まあ西でですね、殴られ屋と名乗りたいと、うん、そのためには東の絶対王者、うん、世界の福地の認可されたいということで、はるばる大阪から東京にやってきたわけです。盾と盾だから対決しづらいよ。この対決はね、うん、お互い決着つくのはちゃんはちゃんの明るい未来のチャンネル。どうも、ま、回し今おおおおモザイクになっちゃうよ。そうですね、モザイクになっちゃいますね。で、そのどちらがね、防御として最強なのかっていう対決は福地くんのチャンネルでやるわけなんです。うんうんうん。で、チャンピオン、はい、キャノン福地さん、はい、こうファーストインパクトどんな感じですか。相撲取りの方初めて見たんですよ、本当にこの目の前で。はい、どうよ、西の殴られ屋、はい、やっぱりこう東京まで来て福地さんにお会いさせていただいたんですけども、キャノンの異名をいただきたいなと。おー、よろしくお願いします、はい、キャノンをいただきたいなと。本当に、はい、まずその絶対王者、はい、世界の福地くんがどれだけ鋼鉄のボディの持ち主なのか、はい、知りたいでしょ。めちゃくちゃ知りたいです。はい、わかりました。続きは後ほど、はい、刀っていうね、ウェーブ刀パンチ、新しいやつに一回させてもらって、この間の師匠を軽く打って、はい、下が失神したっていう失神するぐらいだよね。おお、下っ腹に今打ってもらいましたけど、はい、これ水をちょっとやばいっすね。スコーンって抜けます、抜けます、抜けます。刀で切るようにいくっていう。まずチャンのボディ、福地くん、どのぐらい強いのかちょっと気になりません？めちゃくちゃ気になります、うん、ちょっと全力で打ってみてください。いいですか。空手の試合とかで多分このぐらいの重量級も今まで経験あるんちゃいます、うん、試合で。絶対ないっす。ないっすか。絶対ないないっす。220キロいったらじゃあもう全欠場しますわ。過去最高重量。過去最高です。おー、じゃあもうそのじゃあ3秒ちょっとお願いします、はい、120% ぐらい。マジっすか。限界突破ぐらいのやつ。はい、そんなのもうチャンには効かんですよ。まさかちゃんこれで悶絶したらもう全て、うん、もうそのまま大阪帰らなあかんよ。そうですね、もう全ての交通費が無駄になりました。そうよ、いいですか、はい、倒しちゃっても。もちろんいいです、いいです、もちろんです。チャンピオンはやっぱ制限好きですか。はい、制限好きです。いいですね。いきます。はい、重いっすね、うん、いや、なんか体重関係ないパンチっすね、これ。なんか変わりましたよね、うん、だからチャンピオン変わったんじゃないですか、ね、ちょっとさ、浸透系も入っちゃってるもん。いや、はい、入ってるよね。めちゃくちゃ入ってるんすよ。ちょっと今、でも正直いや、なんか浸透系が入ってて、僕、うん、浸透系じゃない感じで僕や、うん、構えてたんですよ、うん、確実に浸透系が入ってます。
チャンが一発目でこのリアクションするってなかなか、うん、絶対忖度しないんですよ。そうですね、僕あの何回も受けて受けて受けて、うん、ダメージがこう蓄積されて大体こんな感じのリアクションになるんですけど、うん、一発目からこれだとちょっとさすが素晴らしい。攻撃も増してるよ。攻撃もほら、うん、受けるだけじゃなくてやっぱ攻撃ももう進化しまくってるね、うんうん、さすが。あ、芦田さん、はい、ちょっとウェブ番長さ、チャンにやってよ。チャンさんに。そういいですよ。100% でいいよ、明日は。はい、はい、白旗を上げたいんじゃなくて下げたから。そう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 、スカッタスカッタって意味でこれ下げましたね。そこまで浸透してました。いやでもだっちゃん、だっとあれなんじゃない、あの笑顔しか出てないよ。明日ちょっとね、手首がねくちゃってなっちゃったから、もう一回だけやらせて。明日あれだよ、肩甲骨使って、はい、ちゃんと手首曲げちゃダメよ、ね、こう背中触ってごらん、はい、ここからまっすぐよ。ここからまっすぐ。痛い来るぞ来るぞって思ってたんですけど、早い。ちょっと憎しみ。あのちょっと待って。僕絶対来ると思ってました。だから構えてました。そう。ただなんかめっちゃスピード上がってます。スピードと通り率早いでしょ。はい。俺も進化してるから。もう全然変わらない。今日だから。どっちが勝つかわからないけど、はい、必ず勝った人に俺チャレンジ行くから。分かりました。お願いします。お願いします。お願いします。ちゃん、はい、これ見てもらいたいんだけども、はい、3キロ、うん、はい、5キロ、うん、はい、50キロ、うん、はい、これをですね、はい、キャノン福地は人間大砲として、はい、ドスッと受けても、はい、ビクともしません。ルフィのような、うん、これができないとダメですね。あ、もうそもそもが、うん、チャンピオン、はい、この3キロ、5キロ、はい、パワーボールどういったものに使うんですか。あ、これもう腹筋の鍛錬ですね。あ、もう本当に僕ら選手がやるように、はい、ここからバシッ、うん、あ投げても鍛錬するっていうやつです、はい、今思ったんですけども、うん、それであれば、うん、ウェーブを使ったもので、うん、ガーンいくことやりますか。あ、肩甲骨使って。じゃあこれでいこうか。なので、ね、あの福地さんが受けたものよりも威力が高いものを僕が一回練習していい。はい、ここからだよね。うわ、怖いな、これ。これ3キロですけど、あの面積が狭いから貫通しますね。床壊れんじゃん。ビヨーンって。先生、このぐらいの勢いでボディ鍛えてますもんね。やってますね。これ20回やってます。20回やってます。ちょっとバチバチし始めてますね。なるほど、わかりました。シャン、いいかな、3キロ。はい、ちょっと待って、やっぱり回しが、うん。そうそうそう。はい、マシ休日のお父さんじゃねえんだから。スマホがボロボロしてるんじゃないんだから。すいませんすいません。じゃあタクちゃんお願いします。大丈夫ですね。全然大丈夫。はい、大丈夫です。じゃあ5キロ行ってみます。おお、はい、大丈夫です、ね、余裕、全然余裕です。なるほど、はい、これはすごいよ。ちなみに、はい、足田5キロ受けとく。そうだね、うん、じゃあ3キロのウェーブ、今ウェーブ足してるからさ、うん、ウェーブ足したのがどれだけ痛いか。足田で1回3キロやってみよう。5キロだったらちょっと怖いわ俺も、うん、足田、はい、3キロがどれだけすごいのか。そうですね、この間5キロやったんで、うん、はい、まあ、ウェーブ使ったらどうなるかをちょっとやってみようよ、はい、うっ、うわいったね。いや、なんかすっげー、あー、え、吉田さん、浮かなかったね。これウープ今浮いてましたね。あー、これやばい、すべて入りましたね。今ね、あの慣れてきました、どんどん。あー、投げ方に、あのチャンで今練習して、今あの明日で完成したんですよ。これ3キロじゃないですよ。大丈夫。いや、ちょっと太田もこれがいいかもしれない。これ多分太田もやばいよ。震えてきました今。いやでもチャンがやっぱり3キロ5キロあったんでしょ。じゃあ5キロ行ってみろ。太田5キロ行く。5キロではあるけどウェーブなしなしね。そうですね。オッケー、よし。
ここら辺からやるよ。うん、ここね。うん、分かってる。いきまーす。おっ、おー、効くね、効くね。うん、効くよね。じゃあこの10倍の、はい、おたちよろしく。50キロ、うん、はい、行ってみよう。わかりました。ちなみに、はい、タクちゃん、うん、あなたさっきこれ物上げ持って頑張ってたタイム3キロ、5キロ、50キロ、うん、いい、50キロ持ってやって、けど椅子の上からやる人ないよ、これは。そうだね、うん、普通にやってくれよ。うん、やろうやろう。じゃあ、タクちゃん、ちょっと寝て。このまま落とすけど、大丈夫かな、これ。それ相方、大丈夫かな。ちょっと待って、もうちょっと近くにしてよ。視聴者の方、これどれぐらいからやってんだっけ、これ。誰、真上からですね。どれぐらいからやってた。あ、そんくらいの。あ、それぐらいから、はい、いきますよ。はいよ。50キロちゃん、はい、こんな風になるから、はい、いきます。なんか空気漏れました。うん、いいな。ちなみにキャノン氏は、はい、このハルちゃんっていう180センチ、120キロ、はい、筋肉の鎧を身にまとった、はい、ハルちゃんがこう持ち上げてドーンやってるからね。わかりました。で、やっぱり俺はそこまでこの50キロ持ち上げることができないから、うん、椅子の上からちょうどその高さがね、ちょうど乗って、はい、50を持って俺がこの椅子に乗れるのかっていうね。うん、あ、電池台でいきます。電池台でいきましょうか、はい、はい、うん、いよいよ西のナグラリア認知されるためにちゃんが体張りますので、ちゃんでも頑張ってよ。はい、頑張りますね。はい、うん、はい、もうそれも読んでました。太田も頑張ってよ。頑張ります。暗殺の武器みたいな。じゃあ、キャノン先生、はい、これに耐えたら、はい、このキャンエドモンの西のナグラリアとして認めてあげてください。マジです。よろしくお願いします。杉原館長にレイ。おっすおっすおっす。いい、入れしなくていいんだよ。その意地になるんだよ。そこまでいいか。耐えれました。良い子の皆さん、福地道場でもね、これやってないですから。そうです。やらないでください。決して50キロ買わないでください。お願いします。じゃあちゃん大丈夫だね。大丈夫です。わかりました。生まれたての小鹿かよ、お前。いや、これはね、プルプルしてるじゃないか。いきます。はいよ。はいはいはい、はい、おーす。耐えました。220キロでこう耐えて今言ってくれたのもそうだけど、はい、そのチャンピオンのさ、このいわば体重でこれを全部受け止めてる。そう考えたらやっぱりね、改めてさ、世界の口なんだよね。
世界のキャノン口だから別に西を語ろうが、もう僕も全然どうでもいい。そう、そういうことですね。色なってもらったんですね。だから、あの一応じゃあ日本ね、あのそのちょっとあの殴られ屋のショーを、ね、やっていいですかっていうことがどうなんですかね。もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。動画で、うん、もしその殴られ屋企画やるときは、はい、まず東の方角に手合わせて福祉先生って言ったちゃんと挨拶してから、わかりました、上がってから。そうですね。あ、けどわかんないよ、この後ほら2人でお互いにチャンネルやるわけだから、僕のチャンネルでね、はい、殴られ屋対決やって、はい、チャンクの方では、どういう企画やるんだっけ。鋼鉄ボディにですね、220キロが乗っかったら、はいはいはい、耐えれるのか、10秒間15秒間耐えることができるのかっていう企画ですね。よかったね、そうですね、世界のキャノン福地先生に認めていただいて、はい、いや本当にありがとうございます、うん、まあまだまだね、西の殴られ屋として、まあ、淀川ら辺のちょっとね狭い範囲で、隅っこの方で、うん、やっていきましょう。いはい、じゃあありがとうございます。概要欄にね、福地チャンピオンの、リンクとですね、明るい未来の、リンクの方貼っておきますので、見終わった後そちらの方もクリックしてください。はい、と、はい、いうことでこのチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします、はい、そしてチャンネル登録よろしく。